払ってこいよ。ヒカキン TV Everyday。 てか、ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。ついにこの日がやってきました。すごいなこれ。というわけで今日は30歳跳び箱何段跳べるかチャレンジ。一人ぼっち。はい。あのね、僕ちっちゃい時からね跳び箱大好きなんですよ。かつなんかこう体育の授業でバスケとかサッカーとかが苦手で、ただマット運動とか跳び箱だけもうね絶対1位だったんですよ。それもあの通称もね5だったから、その時だから、まあちょっとね体重はちょっと82キロなんですけど、まあ15段くらいポーンっていけると思うんでね、見とけよ。ただね、今日朝ここ来てみて、これ今20段マックスの高さなんですけど、これさやばくね、こんなん飛べるわけないじゃんっていうね。もう見た瞬間にね、ああそっか、ああそういう感じっていう。だから昔テレビでさ、あの23段24段飛んでる芸能人の方超やばいんだなっていうのはさ知りましたね。飛べるわけないじゃんこんなの、ね、あとねフィッシャーズのシルクが17段飛んでたんだよね確か。やばいね。手は届くんだ。でもいやだってそこまで、だって腰が上がんなきゃいけないでしょ。絶対無理だねこれね。じゃあちょっとやっていこうか。これさ、このロイター版もちょっとね、僕が小学校とか中学校の体育館にあったやつとはね違う感じがするんだよね。これ見てもらうと分かるんだけど、こんなごつくなかったでしょ。これ見て、これめちゃめちゃ硬いのね。これだから本当に思いっきし大人が踏まないと、むしろなんかこれ本当バネ入ってんのみたいなくらい硬いわけ。ほら全然82キロが跳ねてもこのくらいしか動かないよね。ほら、あとね奥の手としてこんなね踏切板もあんの。なんかねこれどっちかというともうトランポリン系、こっちの方がなんとなくねすごい高く飛べそうなんですけど、あまりになんかボヨンボヨンしててちょっと怖いっていうね。ただ途中でこれも使ってみたいと思います。これマットもバッチリですから。これほら、あ大丈夫っすね。体が重てー。30歳になったらわかるよ。ブーンブーン。いよいよスタートだな。低いね。これ飛び箱1段が一番むずい説かもしんないよ。これ見て、これ超むずいんだよこれ。わかる？ロイター版と高さあんま変わんないから、これ飛ぼうとしても無理なんだよ。ということは見せるよ。距離はね、いじっていいからね。あー、これいけるわ。一発目で怪我しそうで怖いけど、小学校の時やってた技を見せるよ。一段いきます。二段いくわ。回転できるとこまで回転系でいきます。二段いきます。あちょっと今ね、多分ねだっかもしれない。ここぶつかってっかね今。これ両足で踏むと回転できない。両足で踏むと危ないね。普通に飛びます、普通に飛びます。クリア。回転します。いけんだろ、こんくらいね。ちょっと助走つけますね、そろそろ。いきます、3段いきます。うわぁあ
体験にも飽きてきたな。手なし。これ手つかなくていいよ、こんな。飛び越えていく。忍者みたいな。シュッ。ああ、本気で助走つけたら、あ、飛び越えられるよ、こんな。4段いきまーす。そろそろ真面目に行きます。5段なんで頑張るぞ。うん、跳び箱っぽくなってきたね、やっとね。5段行きます。低い、まだ低いね。才能あるね。高くなってきたよ。やっと始まった感じだね。6段。おー、いいね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 。飛び替えがありそうです。いきます。6段いきます。お、楽しい楽しい。こんばんは。じゃあ行くぞ。良い子は真似しないでね、これね。行くぞ。まあまあまあ、ウォーミングアップだな、こんくらいは。7段行きます。ゲイゲイ、かかってこいよ、かかってこいよ。殴れよ殴れよ。頑張りまーす。これやばくない？で、僕小学校の時8段まで飛んでたんですよね。小学校に置いてあるのがもう8段までだったんですよ。ただその時よりこの跳び箱なんか長いんだよね。わかる？このなんかさ、公式競技用っぽい小学校の時のやつなんかね、こんくらいの長さだった気がするのね。めちゃめちゃだからロイター版からやっぱマットの距離が遠いから大人の戦いだね。よし、あ、圧を感じる。ちょっと怖いのよこれ。なんかそのちゃんと本気で飛び越えていく気持ちで突っ込んでいかないと、これぶつかる高さになってきてる。いよいよこうやって頑張ろう。80キロ8段いきまーす。いよいよ高くなってきたよ。9段。あ、そして僕多分これ未経験、小学校までしか多分これはこうやってないんですよね。だから9段が多分初チャレンジです、人生で。頑張ります。ちょっと今バテてきてんだけどさ。頑張る。高くねこれ、ちょっと怖いな。突っ込んでいくつもりでいかないと。うわ怖え、これは怖い怖い怖いなこれ。まあでもいける、さっき余裕だったもんな。10段への壁、9段超えまーす。ついに来た。来ましたよ。ここが一つの壁じゃないですかね。10段。これもう僕のね、身長とほとんど変わんないくらいまで来てんの。これ飛べるかな。これは体育の授業では出てこないね。地元最強。ちょっともうこっからね、池谷風の走り方でいきます。よし、いきます。すごい高。これは余裕でいける高さじゃないね。本気で走って本気で踏みつけないと無理だなこれ。
じゃあ中段行きます。なっちゃったけど、一番最強。ちょっと余裕じゃなくなっちゃったね、もうね。やばいね。歩数が合う合わないとかがちょっとでもミスると、やっぱりもううまくいかなそう。今ちょっと歩数合わなかったんですよね。だから合えばまだいける。ちょっとこれ大丈夫かな。11段170センチくらいある高さで、これがさ、薄っぺらかったらいいんだけど、2メートルぐらいあるでしょ、これ。ロイター板からマットまで多分2メートルぐらいあるんですよ。で、これ今僕立つと、まあ僕と同じぐらいに見えると思うんですけど、私のジャーマネーの女性、ボン。これ分かります？普通の女性を飛び越えるより高いぜ。大丈夫？頑張る。ちょっと待って、これ大丈夫かな。なんかね、ロイター板をほら、こんくらい離さないとぶつかる感じがするのね。その分、多分すごいスピードで走ってこないと飛び越えられないの。え、これいけるかな。手つく面が見えない。怖いと思ったら飛べない。未経験、これマジで高さ。よし、頑張ろう。一回やってみなきゃわからん。11段でつまずくのかよ。せめて自分の身長は行きたいな。もう一回。11段2回目いきます。よりスピード 1.3 倍ぐらいでいったんですよ、助走の。だからもう一瞬ぶつかりそうになるんですけど、助走なんだやっぱ。次。170多分6、7くらいあります、これ。いけるかな。さっきよりもさらに勢いよくいかないといけないんだよね。怖いな。やばい。これ伝わんねえだろうな、この景色。自分飛び越えるってやばいな。12段減速してしまった。ちょっと待って、もう一回やろう。怖い。あのね、ぶつかるんじゃないかって恐怖感がね、やばいんだよ。怖い。ビビんな。これ失敗したら YouTube チャンネル飛ぶしかないよ。いきまーす。ヒカキン TV いきまーす。いけたやったー。ギャラリー100人くらいいたら今もう拍手喝采なんだけどね、これ。ほら、ちょっと効果音で、って言ってる時ですね、これ。やっぱり人って追い詰められるといけんだね。この催眠かけていきます。次。怖いよ。180ちょいぐらいかな、これ。これ飛び越えるってどういうことよ。これはメンタルなんですよね、完全に。本当に追い込まれないと罰ゲームかよってくらい高いよ、これ。どうすればいいのこれ。え、これいけるかな。いける。13段い
行きます。ちょっと怖くなっちゃったよ。ちょっと足が合わなかったね。そして怖い。改めまして13段2回目行きます。けどこれでいける、これはいける。今ぶつかったと思った。こんな3回目いける、これいける。これテレビ番組でやっててももう脱落者結構出始めるらへんでしょ。これいけるかな、これ怖いなって。まずチャレンジするのが怖いんだよ。いやこれちょっときつくねー。これこれ飛べたらもう結構スポーツ選手でしょ。なんかね、ほんとこれくらいが20段くらいのイメージだった。来る前は14段でこのデカさか。一回恐怖心をなくしたいので上に乗るだけでもいいから行きたいな。14段行きます。怖い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 。僕の手を使おう。ここに来て変えるっていうのはちょっと怖いんだけど、これの方がね、ピヨーンっていけるんですよ。怖えー、なんかこれ遠いんだよね。あれ、あ、でも高さが高え。 1.5 倍ぐらいだ。あれ、いけんちゃう、いけんちゃう、いけんちゃう。怖えー、怖えけど行ってみよう。行きます。奥の手、1回目。なんこれ、ちょっと待って、感覚全然違う。ちょっと待って、ただいけそうな気がする。いきます。やった。やった。15段行ける気しかしない。よし、スカッと飛び越えて16段に行こう。行きます。痛いよ。痛いよ。暗示をかけて。終わった、終わりだから。終わらなかったら人生終了。いきます。俺が引っ掛けんだよ。やったー、やばー。空の彼方まで行ける気がしてきたよ。なんか俺プロなんじゃねっていう気がしてきました、いよいよ。だって最初こんくらいでなんか苦戦したりしてたのにさ、行けるわ、人間どこまでも行けるわ。16だ。バーン。ビビんな、ビビったら無理だ。
今なんでうまくいったんだろう、なんかやべえいけるかもってなんか思ったんだよね、踏み込むときに。 BGM がほら表彰式っぽい BGM がバラバラ、嬉しい、これは嬉しい、やった待ってこいよこれ飛べるのこれ17段やばくない、僕でまあこんなにね違うわけですけど、はいもう一回登場ポン、わかります、ちょっと僕も一回去りますけどこれやばいでしょ、まあ飛んじゃうけどね、一回恐怖心を取りたい、ただっさっきちょっとコツつかんだので、ね、しゃ17段いきます、これ上までいけるかなってレベルだな、これマジ降りるのが怖えっていうね、もううわマジか、これは怖いね、怖え、体いきます、乗れるぞ、乗れるということはただ違うな、16段とちょっとだいぶ体力乗れたんだからいける、乗れたんだからいける、あったおおおくそって思いましたね、本当に最初さ、10段くらいでさずっと行ってたんですよ、多分11段くらいで止まります、いけるんだよ案外、それもね、これ飛び箱の面白いとこってやっぱねメンタルなんだよね、なんかねちょっと助走の前半とかで気分乗ってないとか踏み切る寸前に来いとか思った瞬間にもうぶつかるのね絶対、なんだけど余裕、絶対余裕、飛ばなかったら俺の人生終わりみたいな感じで低い低い低いってなんか洗脳していった時に飛べたの、いやあの最後もうスレッスレだったんですけどギリギリかすんなかった、なんでね、ぶっちゃけねめっちゃカットしててめっちゃ飛んでるんですよ疲れた、そして怪我しなくてよかった、いやダイエットしたらね19段ぐらいまでいけんじゃないかなと思うんで、またちょっと40歳ぐらいになった時にやりたいですねブーンブーン、はーい、というわけでいや本当だったらなんか誰かなんか 2,3 人とやりたかったんですけど、一人でなんかねチャレンジしていくのもね悪くなかったね、というわけでヒカキン頑張ったよ君と思った方はぜひ評価グッドボタンお願いします、そしてこのヒカキン TV のチャンネル登録もぜひポチッとお願いします、その他私ヒカキン Twitter、TikTok、Instagram など SNS もガンガン更新しているのでフォローお待ちしてます、ご視聴ありがとうございました、じゃんけんタイムいきますよ、最初はブンブンじゃんけんポン、バイ、登録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